めん。やっべえ、寝ちゃった。龍太郎くん、大丈夫？ああ、大丈夫大丈夫。うわあ、しまった。講義飛ばしちゃったよ。経済概論でしょ？龍太郎くんいなかったから、大変しといたよ。単位やばいんでしょ？あ、マジ？あ、サンキュー、オンに切るよ。バイト、入れすぎなんじゃないの？あんま無理したら体壊すよ。ああ、コンビニのバイトなんて全然楽なもんだよ。凛ちゃんから聞いたよ。工事のマンション出たんだって。ああ、まあな。言ってくれれば。だったら別に打ち切ればいいじゃん。お前んとこは？まあ、やだよ。お前んちなんか余ったりにすんじゃん。俺苦手なんだよね。泊まるとこぐらいあるからさ。あのさ、余計なお世話かもしんないけどさ、お家の方大変なんじゃないの？ああ、大丈夫だって。うちの両親結構タフだからさ、多分今頃温泉地かなんかでのんびりしてるって。あ、それよりさ、正明なんか割のいいバイト知らない？割のいいバイト？ガテン系とか？いや、もうちょっとさ、楽して稼げるやつ。あの、投薬の実験とかさ、どうかな？病院で寝てりゃいいんだろ。3食付き最高じゃない？マジで言ってんの？軽音の山本、それで2週間ぐらいお腹壊してヤバかったらしいよ。治ったと思ったら全身ジンマシンだって。そっか、そんなうまい話転がってないか。あ、やっぱりもう行かなきゃ。じゃあな。バイトの帰り？ああ、まだ。なあ、今の女可愛くね？マジかよ、ババアじゃねえかよ。ああ、今の自転車の子は？どう見ても小学生だろ、バカ。さあ、こんな時間だぜ。あのな、今時の小学生は夜遅くまで塾で勉強してんの。かわいそう、かわいそうだよね。俺あの子だったらタダでもいいから家庭教師してあげたいよ。うん、だからな、ちゃんと勉強しておかないと、うん、俺たちみたいに中途半端な大学しか入れないわけ。うんうんうん、お前の方がよっぽどかわいそうだって。ああ、そうか。あ、お前それどういう気だよ。なあ、こっちから行こうぜ。おい、待てよ、リュウ太郎。待って待って待って、おい、待てよ、リュウ太郎。おい、ほら、出会ってそこ待って。
なあ、お前一体どうなってんの？何が？だっておかしいだろ。今だって。シゲには関係ねえだろ。あ？おい。関係ないってなんだよ。休学したって聞いたぞ。なあ、大変なの分かるけどさ、ちょっと俺たちにも相談くらいしてくれよ。コージだって、マサアキだって、それに兄ちゃんも、みんな心配してんだからよ。心配してもらったってさ、家はめちゃめちゃだし、ヤクザにはつけ回されるし、おかげでコンビニのバイトもクビ、どうにもなんねえだろ。そういうのをな、余計なおせっかいって言うんだよ。おい、行け。別に怒ってなんかないよ。ただお前の諦めた姿が嫌いなだけ。おお、下を向いてないで、次は頑張れよ。結果より気持ちだろう。俺らに必要なのは、頭抱えないで周りを見てごらん。生きてゆく